いいよ。こっちよ。データ。もう見てんのか。おお、おはようございます。すごい、みんな急に台本を終わってからすぐ見出した。あ、なんかやってて。ああした方が良かったって思ったしとこがあって、ああ忘れへんように、うん、でも忘れてても終わったらそれの繰り返しててその本番中そこになるなったら思い出すやん。それ何やったっけと思ってるから全然思い出せない。あ、今思い出せてないという。そうあら、あ、何食べるの？サンドイッチにしようかなと。え、サンドイッチ？どこの？美味しそうな。うん、なんか最近まだ行ったことない。見せてちょう。住田さん呼んでる。サンドイッチ行くんだって。新しくできたとこじゃなくて？新しくできたとこ。あ、やっぱり。ほんまは近いよね。サンドイッチクラブ行きたかったけど。あ、開いてないの？今日はなんかカレーのカレー屋さんやね。カレーとサンドイッチが。失礼しました。行ってらっしゃい。中川さん何食べるんですか？なんか温かいもん食べに行く。温かい、漠然としてる。何食べんの？これはあの下にあるなんか唐揚げ弁当屋みたいなのかな。ああ、ありますな。あれかな、ちょうどいいんですよ。500円でサイズもちょうどいい。いってらっしゃい。調査中です。二人は、まあ、取られてる。その唐揚げ弁当屋さんに行こうかって僕が言い出してるけど、ここでね、なんか金丸、別にその時何も言ってなかったんだけど、もう金丸が行くみたいになってるよ。言ってた。さっき言ってたね。言ってた。その時あいつその話題の時何にも言ってへんかったんけど、なんやった諏訪さんが提案してね。そうそう、俺諏訪さんに教えてもらった。取られた。何も言わずに出てって。じゃあ廊下で唐揚げ弁当行こうかなって言ってるから。ちょうどいいんすよって言ってましたよ。ちょうどいいんすよ。石田言ってたんや。ちょうどいいんすよ。唐揚げ弁当屋みたいなのかな。ああ、ありますな。あれかな。弁当ね、ちょうどいいんですよ。500円でサイズもちょうどいい。コメント泥棒してる。ちょうどいいんすよねって石田が言ってたんよ。うん。そうか。それをもう全部けどからこっちはもうカードがなくて。だから座ってるんですね。いや、持ててたよ、あの辺で。うん、ちょっと。ああ、それかなるほどみたいな。それ言ったらどこ行こうかなって感じ。取られたなって感じ。そっか。唐揚げ弁当行こう。行くんかい。行くんかい。どっち行くんかい。いや、俺もでもそうかな。唐揚げ弁当やかな。ふわっと見てくる。Vlog なんよ。感動しました。ありがとうございます。
西村さんの舞台の姿言わせたみたいになってる久しぶりで初めて見たの今日初めてです。あ、明日も来ます。え、明日、今日、明日で見て収録の準備を。あ、そっか、純太がリーダーで。そうか、今日初めて見ましたけど、いや撮るとこいっぱいあるよね。撮るとこいっぱいあるし、映像との絡みあるし、どう撮ろうかなって今すっごい悩んでます。うわ大変だ。カット割りが、カット割りと撮るとこ多い、確かに撮るとこ多い。へ楽しみにしてます。考えてます。はい。いやいや、なんか毛布で滑ったんですか。毛布で滑ったよね、多分落ちた時に。わーつるって言って、うん、こういって、うん、なんかお尻が、そうなんだ。人間が落下して看板に当たって死んだと思った、ほんまに死んだと思った、ほんまに死んだ。え、これは押したの。ジャッキーみたいだった。これストーリーだ。これストーリーだ。ジャッキーだったよ。折れてます。撮影続行するやつ、撮影続行する初めて。あの殺したやつっていう目で見てほんまにリアリティすごかった。リアリティすごかった。楽しいな。お前じゃあ、ほんまってすごい笑うんやな、やっぱお客さん笑ってたもんな。嘘みたいだった。嘘みたいだった。人形みたいに落ちてった。今日、オープニングでミスター君の髪型の長さんが落ちた時に、わかりましたかね。ね、聞きましたよね、ちょっと。リアル、リアル、はい、なんか、そう。本当に、なんか死ぬ人の落ち方してました。本当に、もう今、骨折れてますけども、もう。折れながらやるっていう、もうポリスストーリーの、もう、ジャッキーだもん、今。今日、昼の公演なんですけど、昼の公演で、小道具のミラーボールに、カンガルが入ってくるところで、頭バンとぶつかって揺れて、うん、じゃあ長野さんと須藤さんが同じタイミングでミラーボールに頭をつけるっていう頭になったんですよ。シンメトリーで、ね、で、うわで、なんか別に何も打ち合わせしてないのにあって、うん、僕だけちょっとバーってなんか出遅れたかなって、うん、さすが旗揚げメンバーって言ったんだよね。休憩中にちょっと乗ったろうと思って、うん、それ乗れなくて僕の運動機器がないから、だからそこ、ここ乗れてなくて、ここも今ちょっと意外と高いなみたいな。壊れるんじゃないかっていうので、うん、もう今日とかずっと重ね張りしてるからマウスピースぐらい分厚くなってて、やばい、いやー怖い。プラスチックの塊かと思った。そうそう、分厚こっちも、うん、これなんか昨日支柱みたいなところに貼ってたらしいんだけど、それが見つけられずに、うん、消化部でこれじゃないけど、うん、これで出てて、あのウーライロウーライロが家で出てて片っぽ取れてたっていう。めちゃくちゃや。以上受験簿でした。ちゃんと消毒しました。まず事件があったら、はい、お願いします。はい、以上10分前です。できるかな。あ、そこに中途半端にかかっちゃったんだ。
ちょっと待ってください。俳優の皆さん、このまま舞台上に来てもらって大丈夫なんですけど、先に安全チェックだけしてください。入念に。みんな無事で怪我なくね。お願いします。口から出る言葉は何も変えるなって言ってる。言ってる。心の中はめちゃくちゃやってるけど、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。過去一番反省しています。まあ、そうちょっと、はい、中川さんにも謝ったちゃんと。中川さんにもうその場で。いやその場でかだけやろ。その場で。その場でもうマイク持ちながら横向いて。ちょっと今日あれしようか。俺と大喜利対決しようか。ああ、めちゃめちゃ。いや本当にもうほんまにでもそのもうあのします。します。そのもうそれは書いた言葉以上の言葉を。いや本当にね、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。あともうもっと友達を親戚ってのもちょっとやっぱり。いやごめん。いやでもちょっと親戚の方がなんかこうあれ何でもいいよって言ってたじゃん。友達とか何でもいいよって。あれ言ってた何でもいいよって言ってた。友達が。親戚、友達がいい。先輩とか後輩にしてる時もあったんやけど、うん、友達で行きます。まあ、今日こういう時あるやん、先輩の後。本当に。あ、そういう、本当に。本当にごめんなさい。荒れていくからね、芝居が。本当にごめんなさい。ちょっとしたことで。いつ企てたの？いつ企てたの？いや、なんか、正直その、まあ、昨日ぐらい。本当は昨日の昼からもう、チャロケ。でも浮かんだの。いっちゃロケモードには正直昨日の昼から入ってて、でもめっちゃドキドキしすぎて、これ本当にその受けるオアデッド、その絶対に殺されるっていうのは分かってたから、そんなとこまで改変するとないからね、ヨーロッパから。そうだからもうその心拍数がヤバくて昨日の昼から昨日はで今日ついにお漏らししてしまって。どういうこと？あのブルータス説明してほしい。何やったの？ブルータスはやるの、今度。二度とやらん。二度とやらんす。ほんまに。無事でした。よく中川さんの中川スコップを煽るのに煽ってた。全然煽ってない。あれ、ほんまにだよな。どうしたらいいんだよ、あれ。ほんまにや、もう。煽ってはないでしょ。煽ってないよね。うん、カーテンコールの挨拶は中川さんになりましたね。うん、ねえ、あれもなんか初めての感じ、初めての感じ、うん、ちょっと変でしたよね、なんかな、中川さんの挨拶が、うん、でも本当にリットプレビュー公演が終わった後のそのカーテンコールの時に拍手が全然鳴り止まなかったじゃないですか。ねえ、ね、全然鳴り止まなくて、多分中川さん初めてだったからこう挨拶のタイミングが分からず、うん、止めてましたよね。止めてたやろ、拍手を。こうしてましたよね。もうちょっとさ、もうちょっと、いやこんなしないでいいのに。拒否ってあるんですね、ああいうの。ああいう拍手を。なんてことするんだと思ったよ、僕、あれ見て。いや、両手出してて、そうそう、だからさ。両手出してた、こうやって。もういいから、みたいなね。もういいから、見て、もう。公演でも、中川ストップが出るのかどうなのかっていうのを楽しみですね。中川ストップを知ってる人が多分1割5分ぐらいなんで。そうでしょ。いやだからだから変なことも言えないじゃん。いやもうそういうことすんなとかって別に、うん、全然知ってたら言えるけどそれも言えへんからお前らがやったよね。あれお前らが巻き起こしたことやね。ちょっとヤンリーは反省してるこれ関係なかったよね。ヤンリー抑えられてるたぶん上がり降りのこの瞬間ちょっと気をつけます。そこに何かさっきが言ってる暇なんだけど。あ、隠し撮りだ。何撮ってたの今の。マイク。あ、そうだね。はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、
分かった。でもあいつがたくさん金持ってるっていうのも確かにっていうのもあるんやけど、うん、まあでもあの演劇やし、そこは見え方的にあるから、うん、抜いといていいか5枚もっと入れるなんて入れるわ。いや5枚5枚ね、うん、だからそれ以上いくとあいつがお金持ってるっていうのも変やしさ、そのちょうどいいとこやと思うよ5枚。うん、で、俺のカード ETC カードやけど大丈夫です。大丈夫よ、うん、俺の人生ゲームの金やけど大丈夫。今日で最後。あ、Vlog 最後ですか。はい、そうですか。2週にわたるみたいです。いろんな真実を真実を捉えてるっていう噂は聞いてます。いろんな真実森達也、森達也並みの、はい、脳慣れで流れるんじゃないかってぐらいのドキュメンタリー撮ってるっていう噂は聞いてます、はい、やりました。本当のこと取りすぎてるっていう噂は聞いてます。すっぴんのヨーロッパ企画、うん見せれない部分たくさんあると思うんですけどそれはもう全カットで、全カットでちょっとじゃあ尺5分ぐらいなんじゃないですか。リコちゃんがジャージを忘れています。セーターでストレッチしてる。いやしんどいやろそれ。リコちゃんが珍しくセーターでストレッチしてるから、ジャージを忘れました。ジャージ持って帰ってます。すごい。そうでしょ。ちょ待ってこれどうなってんの。ええ。え？俺もやりたい。どうぞ。もう一回やって。権利がなくなっちゃう。ああ。調子乗ってやった。すごい。面白いからメインの方にちょっと見てくる。なんかすごいっすよ。フルタの顔がもう。どうぞ。分かりやすい。扉ができる？見えないあなたの方が分かんけどね。それできる？全然無理やなこれ。でも。じゃあ皆さんあと10分で開場します。体幹？鍛えてる？あと10分。はい。あ、すごい。開けてる。あ、危ない。足の裏を確認してます。すごい。つるやん。これだから、強風吹き荒れるビルの上でもできるってことやもんね。できないです。できないです。デスゲーム出れるな。出れないです。喉のためのポケット。すげー。バチゴーイ。ん？今日最後なんです。私撮るの。お疲れ様です。はい。一番一押しの事件というか、西村一押しはどこですか。でもやっぱあの長野さんのね、落ちた時のやつをトークショーとかも全部回して受けましたよ。もうジャーナリストなんだよ。あの話もちゃんとしてたけど、ね、それを取ったあの事件はちゃんと、うん、追いかけました。ああ、楽しみですね。でも使えんのかな、使えへんのが9割という噂です。あ、そうか。全部追いかけすぎたかも。ちょっと裏側まで心臓せりすぎた、うん、ちょっと次の方もまた、はい、ジャーナリズムグイグイ、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。